どうもこんにちは、今日はですね室蘭本線の栗岡という駅に来ています。地味な駅です。これ近くにですね栗山という隣の駅、あの栗山監督の栗の木ファームがあることで知られているんですが、行ってみたら現在立ち入り禁止になっていました。日本ハムファイターズの監督に就任する前からですね、拠点を置いていた場所で、どんな場所だったのか見たかったんですけれど残念です。で、この室蘭本線、周辺の駅ですね、栗岡駅も含めて駅ノートがあるということなので回ってみることにします。どうぞよろしくお願いします。栗岡駅で跨線橋もありまして、向こう側にかつてはホームがあったというか、まだありますね。これお古いホームがありまして、この跨線橋は現在立ち入り禁止になっています。これもかなり古い跨線橋ですね。歴史のある室蘭本線の栗岡駅、まずはこの駅ノートから見ていくことにします。雨風雪が十分しのげる、そういう待合室ですね。あ、ちょっと待って、秘境駅同好会会員募集中。え、こんなフリーダイヤルの連絡先があるんですね。0120-653-444 です。なっちゃんという方が駅ノートをちゃんと写真付きで用意したんですね。なんだこれ。2019年1月7日に人に重傷事故を負わせ、いまだ謝罪の言葉も一言すらない。個人情報保護シールが貼ってあります。これ具体的に人の名前と住所が書いてあるんですね。こいつが札幌の燃えないゴミだ。せっかくのノートにこういう書き込みするお前もゴミ。こいつ二俣駅の駅ノートにも同じこと書いてるんだよね。暇人の恨みは怖いね。二俣駅ってオサマンベのね、函館本線のオサマンベ近くの駅、そこにも遠征して書いてるんだ。岩見沢から移動してきたのですが、降車の際、運転手さんに栗岡ですがよろしいですかと声をかけられました。利用客は少ないのかな。あら、イラストだ、かわいい。ちょっとパンツ見えちゃってるぞ少し、ぬかなんクリパの後に寄りました。こっちの方が寒いです。あ、ぬかなんでクリスマスパーティーがあったんですか。12月19日。え、札幌からママチャリで55キロ走行してやってきました。この後夕刊配達なんで間に合うように札幌に戻るだす。お疲れ様です。へえ。あ、イラスト栗岡マロン岡緑谷8月4日。おお、8月24日、紫文から列車で来ました。この後栗沢に行きバスで南幌町へ向かいます。うん、父との駅巡り。令和4年9月11日、良い感じの駅。お父さんも幸せだな。あんまり書き込み頻度は高くないですね。まあいいですか。で、一冊目がちっちゃいノートなんですけどね。2017年からなかったので置いていきます。自分はこの後旧栗山トンネルを見に行きます。トイレによるもない、漏れる、トイレないのか。地元民ですが、それゆえにトイレが開かないのよ。知ったのがまさに今日。ごめんなさいと言ったものの、何と言えばよいのか、地元ゆえに知らないということを知りました。ありがとうございます。わ、細かい。栗岡の住民です。我々の小中学時代から栗岡から栗沢まで利用しました。高校も3年間岩見沢まで利用してます。当時6から7両編成で満員で、それだけ、通学通勤者いましたね。そうですよね。 JR になって経営が大変なのも知ってます。ここは利用者を維持していくのに各市町村で PR も必要です。そうなんですよね。だから利用者の維持のためにはやっぱり列車の本数は
条件の一つに入ってきますし、ただ運営する側からするとこれも利用者が少ないから本数あるいは車両数も減らさざるを得ないという悪循環のこのスパイラルが全国の鉄道ローカル線では起きています。寒いストーブが欲しい、そうだよな、冬はな、死にそう、うんこ出る、あ、トイレないですから死なないでください。え、手塩中川から来ました。晴れてるけど寒いです。遠くから宗谷本線に乗ってきたのかな。いつもご利用ありがとう、栗岡ちゃん。こういうイラストは癒されますね。頑張るぞい、頑張って、頑張る、頑張る、多いな。もう栗岡は冬支度、今年も杉陽としています。杉陽の陽、杉様。初めてこの栗岡駅に来ました。日本ハムのマルティネス選手が出迎えてくれる駅ですね。札幌からバスで来たのですが、乗り換えなしで札幌に行けるバスは便利ですね。これからも栗岡駅が大切な存在でありますように。そうか、2019年の8月、この年は日本ハムのマルティネス選手がこの町の大使だったんですね。栗山監督時代はね、市町村の大使がありましたけど、今あるのかな。私の他に一組の老夫婦が栗沢下車、栗岡下車されていきました。上り3本、夕刻以降の高校生の利用がなぜかない駅です。この駅舎の形状は北海道の標準形でしょうね。島の下やビビもこの建物でした。ああ、島の下ね、もうないですよね。ビビはまだね、千歳線にありますね。当駅に行って室蘭本線の旧炭鉱線区間は全駅制覇です。しかしながらこのノートの初めの方の南野陽子様はご本人様なのでしょうか。美しい字で書かれてますが、え、最初南野陽子さんないよ。南野陽子さんない、持ってかれちゃった。南野陽子さん来ないだろうな、さすがにな。うん、ないです。メリークリー。あ、やっぱりトイレは閉鎖いたしましたって。トイレ使わない、使えない。これはもうギリギリの人大変でしょうね。ああ、栗岡駅、うん、確かにあのビビ駅行ったことありますけど、こんな感じでした。ビビ駅はトイレ使いましたね。自転車が1台、通学で利用してるのかな。やっぱり室蘭本線、非常に重厚な作りになってますね。駅ノートにも書いてましたけど、この道が狭いと。確かにこれ狭いですね。これ車通るのは大変です。すぐ横、国道が走ってますけど、非常にここは静かですね。あー、なんかポツンと感がいいですね。